スロバキアの国旗は1992年9月3日にスロバキア憲法にて制定された。他のスラブ国家同様、ハンスラブ主義の三色、赤、青、白が使われている。国章のあるなしを除くと、このデザインは1848年、スロバキアがオーストリア帝国と同盟したハンガリー王国と戦争した際から使われている。また、 第二次世界大戦以前に非公式にチェコスロバキアでも使用され、また第二次大戦中はスロバキア共和国で使用され、公式的には1990年3月1日にチェコスロバキア内のスロバキア共和国の国旗となった。1992年9月3日に国賞が追加され、1993年2月には国旗についての特別法が制定された。 国章のないスロバキア機は現在のロシアの国旗と全く同じデザインとなり、またスロベニアの国旗ともよく似ているため、1992年の憲法で国章を追加。縦に形容する場合は国章も縦向きにする。中、正式に形容する際は白地の方を基中の先端へ向けることになっている。国章の副十字は ビサンチン帝国の聖教会のシンボルであり、その下の三つの丘は実在する三つの小山を表す。マートラ山はハンガリーにある。これらの小山はハンガリー王国の北部の山がちな国土を示し、ハンガリー王国の国章に15世紀以前から使用されていた。現在はスロバキアの山がちな国土を示しているとされている。なお、このスロバキアの国章の 副十字と三つの丘のシンボルは、ハンガリーの国章にも使われている。ありがとうございます。